はい、どうも、ふなさんです。今のね、日本経済、この日本経済のね、景気が良くなるためにはやはりデフレ脱却が必要です。そのデフレを脱却するためにはどうしたらいいか、で、どういったね、政治家の方を選ぶべきか、こういったね、お話をさせていただいているのがこちらの QR コードの公式オンラインサロンとなっております。こちらの方ですね、月額980円からとなっておりますので、ぜひともご登録の方よろしくお願いします。ここ最近ですね、日本の株価がね、下落傾向にありましてですね、日経平均で言うとですね、2万1000円を割りそうだなんていうね、話にもなってます。で、そこでですね、日銀ね、黒田総裁はですね、大きなね、金融緩和と、あとはね、株のね、買い支えを行うということで、過去最高のね、一度にですね、日本のね、ETF ね、こちらの方を、1014億円の買い支えというね、金融政策を行っているわけですね。で、これだけね、株価が、下落する中でですね、やはりそのね、一番大きな、力である、国家の力が必要だと。この点においてはね、そりゃそうですよね。はい。で、以前にも、常連さんのね、動画に対するね、補足説明のようなね、ことをさせていただいた時にも言っていたと思うんですが、要するに、今回ね、金融緩和として、買いオペをね、約5000億円、行ったということで、これからね、さらなる、どんどんね、異次元の金融緩和を行っていくつもりでしょう。というのが、やはりね、円高に、触れてしまっては、貿易にね、影響が出るということで、なんとかね、円安誘導をしたいわけですよ。だからこそね、金融緩和をして、金利をどんどん下げていこうぜという話なんですが、これね、金融緩和を、しないかするのかで言うと、するに越したことはないです。引き締める必要はないんで、今ね。ただ、今、少し前、半年前、さらに1年前、とは状況が変わっていてですね、いくら金融緩和をしてですね、で、円安誘導に持っていったとしてもですよ、現在、海外の購買意欲が圧倒的に低いわけですよ。要するにね、外国の経済が良くありません。だからこそ、これまでみたいにね、金融緩和をして、円安誘導をしたら、その分輸出企業の業績が上がる、なんていうことは、もう今、望めない状態なんですね。ね、アメリカにしてもそうです。中国にしても。ね、この、新型肺炎ウイルスの影響でですね、もう大打撃を食らっているわけでですね、我々、日本のね、大きな顧客だった輸出先がこれだけ冷え込んでしまうとですね、そりゃ、この金融緩和もね、焼け石に水になりかねない。で、もちろんね、日本のね、国内企業の株価がどんどん下がってしまっています。これはね、日本だけに限らずですね、世界的に、株安に陥ってしまっている状況ですから、ね、日本だけではないんですが、でもね、ここを、なんとか買い支えていかないといけない。これはね、各国やっていることです。はい。で、日本も例外なくね、日銀が、買い支えをする。ということで、なんとかね、株価を保たせようと。いうところなんですけれども、これもね、この新型ウイルスが、いつまで猛威を振るうかによって、これ、正直ね、いつ正常に戻ってくるのか、なんてことってわからないわけですよね。はい。なので、この買い支えをずーっとやっていくわけにはいかずですね。というのが、ね、日銀が筆頭株主になっ
ってしまいますからね、もう国有企業になってしまうんでね、まあ、このようなことにはね、やっぱりできない。ね。ということで、ね、やっぱり、ね、株価を安定させる云々もそうですし、何が必要なのかというと、企業自体の業績が必要なわけですよ。で、まあ、輸出企業で言うと、ね、海外に売れなければ話にならない。グローバル企業で言ってもそうですよね。でも、国内産業に至っても国内の需要がなければもちろん株価は上がってきません。なのでね、とにもかくにもですね、もう外がダメなら中だということで、このまあ、金融緩和もそうですし買い支えも必要です。こういった時はね、もう全てのことできることをしていかないといけないんですが、この後に及んでまだね、金融政策でなんとかなるとかね、ね、日銀が一生買い支えていけばいいとかね、こんなおとぎ話のような話はないわけですよ。だってもう需要がなければ話にならないんですから。なので子供騙しというか、もう今まで言ってきたことと整合性が取れないとか取れるとか、そんなこともどうでもいいんで、もう1にも2にもぶっ壊れてしまった話にならないんでね、あんたらの今まで言ってきた、そのリフレ派でもね、主流派でも何でもいいですよ。ね、面目とか、メンツがとか、どうでもいいんですよ、そんなこと。ね、あんたらの、その、安っち、一円にもならんプライドのために、日本経済がぶっ壊れる。これはごめんだ、ということでね、もうあんたらが間違ってようが、あってようが、どうでもいい。ね、さっさと需要を創出するために、ね、民間の所得をしっかりと支えるこの政策が一丁目一番地で今必要なんですね。またね、通常に戻った時にね、またどやこやね、わけのわからん理論をまた言ったらいいじゃないですか。私たちの金融政策がとかね、我々がとか、もう好きに言ったらいい。もうそんなことにこだわってないから、こっちはリアルな現実主義です、こっちは。だから、もう本当にね、とにかく、ね、金融緩和もそう、ね、日銀の買い支えも OK です。ね、ただ、財政出動して、何しか、もう民間の需要、絶対に必要です。国内の内需を、絶対に活発にしないといけない。このままほったらかしてると、悲惨なことになりますよ。はい。もう、リーマンショックがとか、そういうレベルじゃないんでね、もう今、本当にこれは。はい。たまにね、アオルラ的なね、こと言うてる人いるんですけど、楽観主義、この後に及んで、楽観主義でいることに、何のメリットもないですよ、これ。ちょっと行き過ぎじゃないのか、ぐらい、警戒してですね、しっかりと最悪の事態を想定して、政策打っていく。で、発言していかないと、こんな時にですよ。こんな時にこそパニックが起こる。なんてこと。もうパニックですよ。常に。このまま言ってくださいよ。パニックで済んだらまだいいですよ。ね。本当に命落とす人がたくさん出るんで。だからそうなる前にね、もう言い過ぎでも何でもいいです。ね。できること全部してくれと。いうことを訴えていかないといけないです。ということで、まあ、今回のね、日銀の政策、ね、評価はできますけれども、政府はね、一番大事なことをさっさと決断していただかないと、本当にまずいことになりますよ、というお話でした。ということで、本日の動画がね、面白かったとか、ためになったと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私の、公式 Twitter アカウント、下の概要欄の方に載ってます。そちらの方からね、ぜひともご登録の方よろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で失礼します。